今回は日卓さんのファスタアーク P1 を、試出しました。まだ6月1日に発売になったばっかりで、ファスタアークシリーズでは4枚目のラバーなんですけれども、まあ、とにかく男子選手でもフォアに使える、プラスチックボールでも打ち負けないラバーというのが開発のコンセプトだということです。今回はそのバック面にファスタアークの G1 を買って、フォア面に P1 を貼って打ち比べたらどうなるのかなと思って打ってみたんですが、やっぱり G1 は直線的に行くというか、ラバー全体でグリップしてドーンと打ち出す感じなんですけども、 P1 の方はやっぱりすごくシートがグリップ力があるので、ボールが伸びるというか、弧線を描いて相手のコートに入ってからちょっと沈むような弾道のすごくいいボールが出るなと思いました。ただフォアに使ってもらいたいラバーということなんですけども、こうシートのグリップ力がすごくあるので、ちょっと下がった時にバックで回転をかけて伸ばすとか、前でちょっとチキータ投じゃないですけども、少しフリックをやる時もすごく安定するので、バックに貼るのも全然ありだとは思います。受けた感想としてはどうですか、うん、特にまだちょっと G1 と P1 を比べてみた感じ。いや、なんか G1 の方がなボールが伸びる、台についてから伸びるのは G1 かな、うん、なんか P1 は飛び出しが早いという、だからバックでも使いやすいのかなと、うん、そのバックでこう伸ばしたりミートしたり、うん、守備技術の時にも何でしょう、硬いラバーの割に食い込んでくれるから、うん、そうすごいバックでやりやすいんじゃないかなと思いますね。まあ、G1 よりシートが柔らかいということなので、まあ、かけやすいラバーみたいな。そのだから、まあ、男子選手に使ってもらいたいっていうのは、引き合いとかその打ち合いに強いラバーっていう意味もあると思うので、そのまあ、上回転をかけ返す技術っていうのは結構コントロールも効くし、ボールグイッと伸びるし、いいラバーなんじゃないかなと思いますね。ドライブ対ドライブの打ち合いとかですごく安定するので、うんうん、中級者にはありがたい。ありがたい。軽く打ってみたんですけど、まあ、全体的にやりにくい技術というのもなく、でシートも柔らかくて、スポンジの方 G1 と同じ硬さで結構硬いんですけど、そこまでこう使いづらさというかそういうのはなかったですね。でも合わせやすいと思いますけど、強いて佐藤優的に合わせるラケットを選ぶとしたら、まあ、ボールがちょっと、そうですね、飛び出し早いんで、特殊素材ガチガチのに合わせちゃうと、なんかちょっとそう、コントロール効かないな。まあ、スマッシュは打ちやすいと思うんですよね、シート柔らかいしパチンっていけると思うんですけど、まあ合わせるんだとしたらやっぱり木、固めの木材、ね、がいいかなと、一番その落ち着くのは、何でもできるのは固めの木材、まあ、特殊素材でもインナー系、まあ、アウターでもそこまで硬くない、カーボンだけとかじゃなければいいかなとは思いますけど、あんまりにも硬いやつ貼っちゃうとちょっと回転かかんなくて飛び出しちゃう。で柔らかく感じても結局は硬いラバーですから、あ、柔らかく感じるけど飛び出しが早いのは感覚の問題。そう、感覚の問題ですよ。シートが柔らかいですけど、で食い込みはいいから飛び出し早く感じるんですけど、スポンジは結局硬いんで、だ手なじ64と同じだ、すごい使いやすくてすごいいいラバーなんだけど、結局スポンジ硬いから、やっぱりいいボール出すには食い込ませるパワーが必要だから、あんまりその乱暴なラケットに合わせるとますます、今多分木材に合わせて扱いやすいって思ってるからいいけど、
多分ガラッと印象が変わっちゃう、うん、難しい。スピード系で回転がかかってたと言われるもの、ちょっと飛び出しスピード系に似てません？なんかパーンって、うんうんうん、G1 とかと比べると、まあちょっとそ確かに、うん、そちらに比べると、うん、あれの最上位系と考えれば、そっちからの移行もありかなと。でミートバックもやりやすかったね。ミートも強いんで、あのショートもできるしフォアもできるし、まあペンホルダーとか G1 よりよ、まあ、使い勝手がいいのかな、うん、